にちは、ヒロムです。ということで、ここね、池袋のグリーン大通りなんですけど、これ紛れもなくオービスですよね。皆さんは高速道路にしかないと思ったんですよね。一定速度超過しちゃうとナンバーをね、パチャッと取られちゃって通報されちゃうということですけど、オービスの条件は一定以上の速度を超過すれば写真を撮られる。こう見えても体育会系なんで全力で走っちゃいたいと思います。僕のね、 50m 走過去自己ベストタイムは 3.14 円周率はめちゃいまあ嘘で6秒4とかかな。この全力疾走することもありませんよ、引きにいたの僕は。高校野球だとだいたい5秒台だと俊速って言われてますね。はい、ということで5秒台目指していきましょう。普通にね、あの足が痛いっていうね、これはね、分かってた。位置についてよい、どっ、違う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 、どっ、どっ、できませんでした。乗り物なら、車体なら、車輪がついてるならできるはずなんですよ。ということで今日はね、こんなものをね、準備しました。全力だったと思います。この最強の自転車スーパーバイスゴールド最後はね、締めたいと思います。しっかりオフィスに捉えていただいて、僕たちの動画はこれで終わりです。スタンバイ。あ、本気を出すと彼はね、本当に速いんですよ。